个比赛我赢咗啦，可以去日本做我想做嘅事。咁我哋系咪会分手啊？讲笑咋，我会永远支持你。多谢你。はい、だんだん。わかりました。かけをもうちょっと細かくおかけます。我真系好挂住我哋啱啱识嗰阵。其实呢度同香港好似，我有时起身都会以为自己仲喺香港。唔知点解，我已经习惯咗你唔喺我身边。你有冇睇到幅画？可唔可以唔好再讲工作上面嘅嘢啊？我唔想再听啦。对唔住，除咗工作上嘅嘢，我唔知仲可以同你讲啲咩。你不如系咪识咗第二个？我哋唔好再一齐啦。好啊，多谢你。あなたの心のふるさとを教えてください。カラシマミドリ心のふるさと、日曜夜11時から。 TBS Radio 954。はい、どうだ、もう締め切りだぞ、急いでくれよ。すみません、明日の朝までに準備します。本当にすみません。ここからはセッション心とし。はい、今夜のお客様は蘇我氏古代豪族の工房の著者で歴史学者の倉本和弘さんです。我曾经听人讲过，当你找到梦想的时候，地狱之门亦都会同时间为你打开。其实我每一日都会问自己，点解？点解我要嚟日本？点解我会赢嗰个比赛？假如我仲喺香港，而家嘅我又会做过啲咩呢？呢一间系我成日都帮衬嘅拉面店，我帮衬咗佢超过一年，除咗点餸之外，我一句说话都冇同佢讲过。唔知点解咧，当我每一次见到佢，我都会谂翻起我喺香港嘅爸爸。啊，すみません、私もいただきます。ありがとうございます。おいしい？あ、大好きなんだ。ああ、いや、もうすごい。いただきます。あ、すみません、私も忙しいのに付き合ってくれてありがとう。いえ、いつも一人で絵を描いているのでいらっしゃる出来だよ。こちらこそ付き合ってくれてありがとう。最近周りを見るけど、漫画家ってそういう感じなの？そうだね。よくノートを持ち歩く。すぐ書けるように。いいね、チャンスあればそのノートを見てもいい？うん、いいよ。くれてありがとう。気にしないで。ね、あなた書いたもの見せてくれる？あ、いらないよ。あ、いいよ。ありがとう。おお、すごい。個性的だね。ありがとう。すごい。ありがとう。
じゃあ私帰るね。我弟弟晒有关于佢嘅嘢，我以为我可以忘记，但系我发现我比之前更加留意佢。每次见到多张相嘅时候，我就会喺度谂，每一张相背后系点？佢开心啊，定系佢唔开心啊？曾经有一段日子我好憎佢，之后慢慢明白到要一个人无条件咁支持自己系一件好自私嘅事。またあれか。はい、醤油ラーメン。はいよ。今日是冬至，原来我已经成年没回到香港，好挂住爸爸的味道。パパの味と同じだ。お父さんもラーメンを？違う。でもパパを思い出す。そうか。味で故郷を思い出したか。味は個性だね。唔知系咪我习惯咗孤独嘅关系，我有啲习惯开始改变。在东京的好处就可以哪个都不是，可以匿名，可以重新塑造另一个自己。终于在一年之后，我出了我个人第一本画册，出版那天他再一次打电话给我，他恭喜我第一个作品终于可以在日本面世。再一次听佢把声嘅时候，个感觉已经唔同咗。